はい、こんにちは、ヨンです。今日は Amazon ブラックフライデーセールで買ったバイク用品をちょっと紹介しようかなと思います。さっさと行きますよ。小さいものから行きます。まずは今日のお品書きとしては、インナーキャップ、ヘルメットインナーキャップ、バラクラバ、コミネのプロテクター入りのパーカー、デイトナのバッグ、ノーランのヘルメット、抜けてるのがあったら補足しておきます。それでは行ってみましょう。まずはこちら、どこだっけ、ちょっと購入履歴を見ながら。はい、まず最初はオタフク手袋の夏用ヘッドキャップ、ボディタフネスって入ってますけど、これを今買ってみました。ついでですね。これは別に今必要かって言ったらそうじゃないけど、多分季節のものだから必要な時に買おう、必要っていうか季節の時に買おうと思っても品切れだったりしたら嫌だなと思って。で、これがフリーサイズなんですよ。で、僕頭大きい方なんで、多分61センチとか62センチとかそんぐらいあると思うんですけど、これフリーサイズということで被ってみるとこんな感じ。多分これでいいっすよね。耳の上のところまでこう被せることもできるけど、こういう感じでここまでギュッと深く被る必要もないのかなっていうことで、あとはあの後から後でヘルメット出てくるんですけど、僕のこの頭の形が見えた方が分かった方がいいかなと思って、そういうのもあって買ってみました。で、これがまず一つ目。次がテスラフェイスマスク、これバラクラバってやつですよね。目出し帽で、これ一応届いたのが12月の2日とか、今日12月の6日ですけど、12月の2日とかに届いてるんで、一度この袋を開けてね、匂い、これ結構あちらから送られてくるもの匂いがきつくてとか、そういうレビューもあったりするんで、これ大丈夫だと思います。大丈夫だから袋に入れたまま置いてありました。で、まだタグもついてる状態でね。で、これは防寒保温 UV カットっていうやつで、かぶってみると声がこもるかもしれないけど、これは顔の幅とか、この前後の厚みとか、も関係してくるから、なんとも言えないけど、これは、L サイズ。L サイズと言われてもっていう気もしますが、チャコールかな？で、ここが別部品みたいになってて、で、レビューでは、息苦しいとか、そういうレビューもありましたけど、この辺まで、前がこの辺まで、眉毛ぐらいで、目の下ぐらい？もっと出してもいい？まあ、これ、どう使うかっていうか、これは別に、釣りでも使えるかなと思って、スノーボード用のやつもあるんですけど、スノーボード用のやつはもっとね、生地が分厚くて、ゆとりのある着用、付け心地というか、こんなにぴったりしてないやつ。これは、こう、出すこともできるし、こうして、ネックウォーマーみたいに付けとくこともできるし、っていう感じで、これ真冬の釣りにいいんじゃないですかね。でも、ヘルメットを使うとき用のとして買ったから、このぴったりのやつですね。で、まあ、そこまで寒いときに乗らなくていいんじゃねえかっていうのももちろんありますけど、まあ、ヘルメット、素の状態でヘルメット被って走ってみて、やっぱ寒いわってなったらこういうのを使おうかなっていう、そういう感じですね。次。これは、チャームユエって読むのかな？読めないやつね、いつもの。防水大容量、オートバイヘルメットバッグ、サイクリングヘルメット収納バックパック30リッター、ブラック。ヘルメットバッグでいいのかな？これは、これも匂い大丈夫ですね。で、こういうのもう一種類あったかな？でも僕がポイントにしたのは、この、くるっと、やって、ここでカチッと止めますけど、これですね。D リング。これを多分ヘルメットロックとかにかけておけば、まあ袋切られちゃったらしょうがないけど、一応バイクにこうぶら下げることもできるよっていう、バイクにヘルメットホルダーがついてればですけど、まあそんなに、なんて言うんですか？例えば買い物、ショッピングモールとか行って、バイクが見えないところまで離れるときはこのロックじゃダメだけど、まあ、一時的に、こうやって置いておくこともできるよと。で、僕がこれ欲しかったのは、僕が買ったバイク1月に入荷の予定なんですけど、まあ、まだ連絡来てないから、1月なのかもわからないけど、結局最初の1台、
今乗ってて買い替えだったらお店に乗って行って置いて新しいのを乗って帰ってくればいいんだけど、僕最初の1台なんで公共交通機関で行くわけじゃないですか。でヘルメット裸で持つの嫌だなと思って、僕もともと兜のバレルっていう今でいうシステムヘルメットみたいな、こう顎が開くやつ持ってるんですけど、とりあえずそれかなと思って、これ電車に乗るときにここを持てるのがいいなと思って、で実際今入れてみましょう。今とりあえずこういうのに、これはビーズのダイナソーツアーのショッピングバッグですけど、これがちょうどねヘルメット入れるのにちょうどいいなと思って、最初これで持っていこうかなとも思ったんだけど、まあこれでももちろんいいですけどね、でも結局こういう防水バッグって別にヘルメット専用ってわけじゃないから、あったらあったでいいじゃないですか。ちょっとマジックテープなんで、ここ開けるときうるさいんですいません。この中がこういうカッパみたいな、これなんだっけ、タープリンって言うんだっけ、防水の生地に使われるやつですよね。でこれを入れて、結構余裕の収納力ですね。でこれを口を閉じて、でくるくるっとやってこうして、これで持てるじゃないですか。さっきのバッグよりこっちの方がいいかなっていう気しません？このこういう感じでね、さっきのショッピングバッグは不織布だから、あと持ち手が長いとね、ヘルメット重いから、重いっていうかある程度重量があるから、ブラブラさせるのもあんまり良くないなと思って、こっちの方がねちゃんと手で操作できるっていうかね、で畳めば小さくなるしということで、こういうのを買ってみました。あとで買ったヘルメットが入れば、これじゃなくて新しいヘルメットを持ってバイクを迎えに行こうと思ってます。次はこれ、コミネのプロテクター入りのパーカー。これ安くていいなと思って、ずっと今年のどんぐらいですかね、夏の終わりぐらいかな、夏ぐらいかな、発売になったんですよね。まあ、これいいなと思って、僕はあのダイネーゼのインナープロテクター、あれも持ってるけど、さすがに冬にメッシュ、いくら内側とはいえメッシュ素材が、ジャンバーの中にメッシュ素材があるとスースーするわけじゃないですか、空気の層ができるから。で、これ買ったのが XL、 僕の胸囲が114センチで、腕は多分標準よりっていうか、バランス的に腕は短い方で、着丈はまあ胸囲に合わせれば着丈は短いっていうことはまずないから、僕の体の寸法だと胸囲で選んでおけば上着は間違いないだろうっていうことで、でこれ胸と肩と肘と背中フルですよね、こういうの入ってます。これちょっと硬い、ちょっと今 T シャツ、半袖 T シャツに着てるんで、ちょっと直接肌に触れると硬い感じしますけど、どうだろう、まあ、こういうもんなのかな、何にして僕経験がないんで。ただダイネーゼの方がこういう肘を曲げた時とか、あっちの方が柔らかいのかな、ハニカム構造のプロテクター入ってますよね、ダイネーゼの方は。これレビューであったんですけど、これパーカーじゃないぞっていうレビューがあって、で僕も買う前だったから何をこの人は言ってんだろうと思ったんですけど、これわかります、フードついてるんですけど、こうですよ、ここまでしかないの、これパーカーじゃないだろうって言いたくなる気持ちわかりますよね。ヘルメットをかぶった時にこの首の後ろが塞ぐためのフード形状の首の隙間風ガードみたいな、そういう感じですね。かぶれないっていう。はい、ここで訂正です。コミネのプロテクト KV パーカー、フードがかぶれないって初見で言ってしまいましたが、発見しました。ちゃんと見ろっていう話ですけど、この襟元にファスナーが隠れてて、ここをぎゅーっと開けて、この端っこもこう完全に外すと、ここがちゃんとフードになってます。
被れるようになってます。訂正いたします。失礼しました。で、胸のポケット。この左右、ここにポケットあるんですけど、ここのポケットの深さは、これぐらい。指伸ばして、これが入るぐらい。なので、物は入れない方が良さそう。で、ここの口のかかりっていうか、ここもね、これぐらい。3、4センチぐらいだから、どうだろうな、カードケースとか、ちょっと心配ですよね。ポロって落ちそうなぐらい浅いから、まあ、手を突っ込む用のポケットですね。まあでも、これ安くていいですよね。目立つロゴがないっていうのが一番いい。で、背中はこういう感じですね。無地。で、ドローコードはこの、襟の、この部分に入ってます。背中のプロテクターは、こう、下マジックテープ、ベルクロって言うんだっけ？なんて言ったらいい？メンファスナー。で、入ってます。で、スポンジみたいなやつですね。で、肩が、黄色いの。黄色いのは、樹脂のやつ。で、肘も肩と同じ色のやつ。大きさも一緒なんじゃないか？もしかしたら。胸はね、簡単に出るんですよ。これが左右に入ってて、で、ここのプロテクター入ってるポケットに一体型のプロテクターをつけるときは、片っぽこっちに差し込んで、で、ファスナー閉める前に反対側にもこう差し込んで、で、閉めると一枚もののプロテクターもこう使えますよっていう、そういう説明がありました。次はこれ。じゃん。はい。ヘンリー・ビギンズ。デートナバイク用シートバッグ&バックパック20リッター2ウェイシートバッグ DH751。 これがなぜこれを選んだかっていうと、いいから外しましょうか。いろいろここのまずねロゴのプレートを保護してるペリペリ、このねヘンリービギンズっていう、これ金属なんですね。なぜこれかっていうと、やっぱり僕は釣りに行く時にもバイクに乗りたいって思ってて、で、釣り場に行ったら、ショルダーベルトを出して、こうすると、リュックになると。で、ここは、この赤いベルトは、スーパースポーツみたいな、ちっちゃいシートの、リアシートがちっちゃいバイクの、シートの後端にこう、入れて、前にずれていくのを防止するっていうやつですね。僕が選んだバイクは多分使えるかな。シートの幅だったらこれ入らないですもんね。背負って乗ることもできるし、バイクに積んだ状態だったら、こう開けて、で、これはレインカバーかな。レインカバーとバイクに積載っていうか装着するときのベルト。で、20リッターあれば、こんだけあればね、結構入りますよ。釣り道具だけじゃ多分満パンにならないでしょ。で、さらに、この、フロントパネルっていうんですかね。ここに、ループがいっぱいついてるじゃないですか。これが重要で、こういう、僕はパックロット派なんで、こういう状態でね。これベルト。まあ、簡単なベルトでいいと思いますけどね。そんなに重いものじゃないしね、タックルは。で、このベルトを、このループに通して、例えばですよ。今適当にやりますけど、ループに通して、ベルトで固定して、で、これでほら。これでも背負えるし、こう横積みでもね、いけるじゃないですか。これ、姉妹寸法60センチないから、バイクの車体からね、飛び出ることもないでしょう。50センチとか、その47センチとか、そんぐらいだった気がするけど、こういう感じでね。2タックルまでいけるなぁと思って。ベイトとスピニング。1タックルずつね。いけたらいいじゃないですか。これだったらもう海でも川でも、どこでもいけますね。ベイト用のルアーと、スピニング用のルアーと、これだけ容量があれば入れられるだろうし、あとは何が目的っていうことでもなく、ただバイクでフラッと出かけるときに釣り竿を、まあ、2タックル持っていくことないけど、釣りが目的だったら2タックルくっつけていくかもしれないけど、まあちょっと、例えば、九十九里の方行ってみようかなとか、木更津の方行ってみようかなとかっていう時に、スピニング1タックル持っていけば、まあちょい投げっていうかね、ちょいルアー釣りできるかなっていう、そういう感じで考えてます。で、いよいよですよ。
はい、じゃーんと来ました、ノーランです。いやー、久々の、さっきのね、このカブとバレル、これいつ買ったんだっけな、2012年とかそんぐらいだったような気がするんだけど、これはね、原付きでちょっと仕事でね、ちょっとした距離原付きで移動するのに、真冬でも移動する必要があったから、ちょっとさすがにハンキャップじゃ辛いと。で、雪がちらついたりした時もあったし、ちょっと顔をガードしたいなと思ってこれ買ったんですけど、これ結構良かったですよ。まあ、いろいろね、突っ込みどころありますけど、まあ原付きだったんでね、このロック機構、これ、ここに爪があるだけですからね。この突起に、これがパコってはまるだけ。左側こう開いて、こう開けるみたいな。開いて開けるみたいな。で、これ全然このまま、これ使ってもよかったんだけど、このバイザーのね、このポッチ、これがね、こう一個取れちゃったんですよ。で、なんかシールド傷つくなと思ったら、これのポッチが取れて、ここがね、当たっちゃってたんですよね。これ傷ついてますよね。で、これもさすがに修理部品、補修部品出ないだろうなと思って、で、一応内装洗ったりしてみたんだけど、結構ね、合皮の部分、ここ、つや消しの布みたいになってるけど、ここ本当はね、革みたいなの貼ってあったんですよ。このベルトのカバーみたいな。で、これもパリパリ取れちゃったし、10年前だから、これを本気で使うぜっていうのもどうかなと思って、でも、ヘルメットの賞味期限っていう話ありますけど、あれもね、いろいろあるじゃないですか。基本的には、安全、メーカーが言うのは、その最大の性能を発揮するためにはっていう期間ですよね。まあそれはだから個人の判断でいいって僕は思ってますけど、ただ新車なんで新ヘルいいじゃんと思って。で、このバレルの方でもお分かりのように、僕メガネかけるんで、このバイザー、サンバイザー、これが欲しかったんですよ。で、システムヘルメットでサンバイザー付きは当たり前にある。だけど、高い。まあ、省エイを筆頭に。で、最近安いのありますけどね。ノーランを見っけたのが、愛嬌さんのレビューだったかな。で、これが一応全部乗せっていうか、顎も外れるんですよね。まあ、開けますか。システムヘルメットじゃないけど、七変化というか、顎も外れて、ジェット型にもできるし、フルフェイス型にもできるし、オフロードみたいに、ゴーグルを使うこともできるし、それで、これ一つ買っとけば、まあ、オールシーズン、どんな場面でもいけるだろうっていう、便利仕様っていうかね。で、これそんな高くないじゃないですか。最初僕が欲しかったのは黄色。今これ白、画面出てますけど、これの黄色。これがちょうどいい配色かなと思ったんだけど、これ、ストーナーイエローっていうのかな ?YE51 ってやつ。これ高いなと思って、6万かと思って。で、でも、まあ、どうしよっかなと思って、Amazon ブラックフライデーでも安くなんないし、迷ってる間にサイズなくなったし、まあ、ヘルメットは被ってみなきゃわかんないし、いいかと思ってたら、色によって値段が違くて、で、この白。ソリッドメタルホワイト。これが、4万円。39,880円とか990円とか、4万円し、ギリしないみたいな価格だったんで、これに決めてしまいました。ヘルメット4万円じゃ、まあまあ、安くはないけど、びっくりするほど高くもないですよね。じゃーん、出ました。ここに全部入ってんのかな?箱はもうこれで空っぽです。紐を解くと、そう、だから早くね、この開封動画を撮りたくて、早く開けたかったんですよ。これだってもし初期不良あったら返品1週間とかじゃないですか、多分。初期不良のがないのが一番いいけど、これはなんかいい洋服買うと包んでくれる紙みたいな。これなんだろうね。傷防止なのかな?これ柔らかい不織布みたいなやつなのかな?こういうのが入ってる。さっきもちょっと言いましたけど、バイクをお迎えに行くときにヘルメットを持つのに、この巾着型だとね、
さっきこの入ってた状態ですけど、本当にヘルメットをこう包んであるだけじゃないですか。特に持ち手もなく、でこれ紐でキュッてなってるだけでしょ。これで持ち歩けないじゃないですか。これ裸でヘルメット持ってるのと一緒でしょ。こうやって持ってたら、ここでね、どっかにこう手提げがついてたらこれでもいいんだけどっていうことで、さっきの防水のバッグっていうわけですよ。まあこの袋はまあ袋として使わないですよね。兜の袋も結局あのメットインに入らないんですよ。あのヘルメット、ディオ ZX ので、ヘルメットホルダーに引っ掛けるときに、裸で自転車置き場にね、駐輪場とかに置くときにヘルメット裸で横にくっつけとくと、あのバイク乗ってない人は何の気なしにスッて自転車を動かしたりしたときに、ちょっとペダルがかすったりしても何とも思わないじゃないですか。多分気がつかない、別に悪気があるとかじゃなくて。で、それを気にするのが嫌だなと思って、もともとついてきた兜の不織布の巾着に入れて、でヘルメットホルダーに引っ掛けてとかね、そういう使い方もしてました。いやー、これかっこいいじゃないですか。思ったより白ですね。もうちょっと黒成分が、このね、黒成分が目立つかなと思ったけど、もう頭頂部の黒は無塗装っていう感じの黒ですね。素の感じ。ちょっとなんかこういう色ハゲ、当たりハゲみたいな、こういうのもあるけど、まあでも、もともとこのヘルメット、ノーランのラインでもそんな高級路線じゃなくて、例えば、本国、イタリアで、なんていうの？日本に置き換えると、3万5千円ぐらいのグレードのヘルメットらしいんですよね。で、まあ輸入物だから、今の為替レートもあるし、まあ、4万円なら、まあそんなもんかなっていう感じで買ってみました。で、いろいろ出しますか。あれ欲しいっすよね。あ、なんか外れたよ。Nコム。あ、なんかの蓋だ。あの、ノーランの輪っかがあるんですよね。ヘルメット置く。あれ欲しいなってちょっと思っちゃって、2000円ぐらいかな。置いてどうすんだっていう。ね、こうやって置きたいじゃないですか。なんか代わりのものがあればいいけどね。いちいちこう置く？ここはね、今のヘルメットってここ、こう前後にカーブしてるから、昔のヘルメットってここスパーンって平らだったような気がするんですよね。だからペタって。安定して置けたけど、今のヘルメットはね、デザインっていうか空力とかね、いろいろ考えられてるから形自体が複雑ですよね。取扱説明書、各部の名称と、まあ、シールドの脱着とかベンチレーションの説明ですね。で、これそう、ピンロックシートが付いてるんですよ。これ結構大きい。ピンロックシート買えば3000円ぐらい、2500円、3000円ぐらい、それが付いてるって考えたら、3万7千とかそんぐらいじゃないですか。ピンロックシート設定されてるのにつけないっていう選択肢は僕はないと思ってるから、さっきのヘルメットでもね、兜の方でも、冬場、メガネの曇り止めみたいな、ああいうのを塗ったり、いろいろやりましたよ。これまだ、あの、サンバイザーが外側だから、いいかなと思ったけど、このシールドとサンバイザーの間に指が全然入んないから、結構ね、掃除大変なんですよ。あの、外にあるのはあるのでね。洗いのやつが外だったと思うけど、あれは結構上の方までサンバイザーが上がって、内側に手が入りそうだから掃除もできるかなと思うけど、これはね、意外と。で、ピンロックシート入ってた？あ、無ね。さっきの箱、空じゃなかったじゃん。あった、ピンロックシート。いやー、皆さんはお気づきでしたね。僕はカメラの画面が、レンズの右側にあるから、こっちから見るとね、見えなかったです。ピンロックシートありました。よかった。これは、また改めてやりましょうかね。とりあえず被ってみましょう。で、バックルはラチェット式ですね。一部で話題になってるのが、Dリングがないぞと。確かに Dリングがない。で、このベルトが短い。ここのね、ラチェットのベルトじゃなくて、こっちの本体に繋がってるベルトが短いと。かぶりにくいと。これ今ドローコード。ここの首元がね、キュッて締められるようになってるんですよね。これドローコードはもちろん今開放の状態でありますけど、これで果たしてかぶれるのか、イタリア人の頭に形が合うのか。いいんじゃないですか？
ちょっと顎が顎がチンカーテンから顎が出ちゃうけど、こういう感じで、ブレスガードが、あ、こういう感じなんだ。もっと上まであるかと思いましたけどね。あ、ここがちょっときついかも。これが日本とイタリアの違いか。これ結構きついね。あー、こめかみの後ろぐらい、この辺。いやー、これどうかな。これ調整できんのかな。で、これをこうするとこう、もっとふかふかもんのか。こうか。ヘルメット被る位置がありますよね。あ、こう、これだとだいぶいいかもしんない。これだと、その、このサンバイザーで鼻まで隠れるって感じなのかな？で、こうか。出すときが、ここを前にして、これを押すと、おー、かっこいい。1、2、3、4、5。この中途半端な状態で使うっていうのはあんまり想像がつかないけどね。どうなんだろう。それこそあれかね、ひさしの代わりにしたい時とかがね、ひさし今目線で、ここがもう視界の上に入ってくるから、このツバはね、ギリギリ見えない。ここ、ツバの先っちょが。こっちの方が先に視界を妨げてる。どうすか？いいんじゃないですか？こうして、こういう感じか。ちょっと、あ、このベルトもあんまり前後に動かないんだね。この喉仏に当たって痛いっていう人もいたような気がする。で、これが簡単に外せるっていう話。どこだっけ？どっかギュッて押すんだよね。わかんない。まあいいか。一旦、外して、で、暑い。ここか。これで、簡単に外れるんですよね。ここを、このレバーで。思ったより頭、さっき、ちょっと後ろ気味に被った時に、ここ、こめかみの後ろのこの辺が、うわ、これ1時間被ってらんないなって思ったけど、こうギュッて、この頭の後ろのところにギュッて、深く被るようにしたら、大丈夫でしたね。で、これ次、第2チェックポイント。メガネっこ対応はどうか。確かにパッドは、このメガネが入るようになってないように感じる。で、これが僕が去年の冬にバイクすぐ買う気だったから、このストレートのね、ツルのメガネを買ったんですよ。あ、入らねえ。これ辛いか。あー、これ結構辛いかも。どうすか。こう辛いかもしんない。これ耳の上にね、うまく入らない。もうこの位置を決めて、もうどっちかっていうとヘルメットに押さえつけられてるって感じ、かけてるっていうよりは。あー、これはね、このツル自体の厚みが薄いメガネじゃないときついかもしれない。これちょっとね、厚いんですよね。厚みが3ミリぐらいあるから、ここはちょっと改造しちゃおうかなってちょっと思うぐらい。でもデイトナが代理店やってくれてるんだったら、なんかね、日本仕様みたいなことやってくれてもいいような気もするけど、ね、難しいのかな。まあそういうのはわかんないけど。で、これはまあ、確かバイザー、この、こっちの日よけのバイザーも、このシールドも、確か外せるようになってるんですよね。ターミネーター仕様って言うんだっけ。これでも実際、風圧とかで、首の負担にならないようであれば、別に僕はこのバイザー外さなくてもいいんじゃないかなって思ってますけど。指で回るんだ、プラスチックのネジ。あ、全部外さなくてもいいのか。プラネジ、ロック式だ。てっぺんだけネジだ。90度回せばいいやつ。でも回んないよ。あ、こっちだ。逆だった。
こういうやつね。こういうの。夏はジェットもいいなぁと思って、一番最初に僕が買おうとしたやつは、松永のジェットヘル。なんだっけ。で、ジェット型は、顎のガードがないとかってよく言われてるけど、まあ、ないのは間違いないんだけど、でも、洗いとかは結構こう、ぐっと、この辺までサイドの包帯が来てますよね。で、こうして、で、ここね、この形状にシールドの縁がなってるから、まあでも、夏だったらね、暑いから、この顎を外すんだから、シールドを、ま、一番下までなくても、別にいいんじゃないかっていう気もするし、いいんじゃないですか？あ、これ、ここの蓋だ。ここね。N コム。N コムって日本に入ってきてないんですよね、確かね。なんか中の発泡スチロールが見えてるけど。で今んところね、僕は、インカム？あれの導入は今んところは考えてない。音楽聞かれる方が多いみたいなんですが、僕はね、バイク乗るときに音楽は別に流れてなくてもいいかなって思ってて、なんだこれ外れちゃうぞ。そう、車でもね、僕あんまり音楽ガンガンにかけるタイプじゃないんで、簡単に外れちゃうよ。これパチッ。いやー、俺そう、なんか爪が、もう形がついちゃってんだな。減った。あー、取れちゃうな。取れちゃうな。まあこういうところが外国製かな。日本製だったらこういうことはないような気がする。なんかところどころ、なんか当たった跡がついてるっていうか。まあそういうもんなのかな。これわかります？黒いの。ここハゲですよ、確実に。これぐらいは気にしません。まあこういうもんだと。でも一回買えばわかるじゃないですか、ノーランはこういう感じっていうのは。で最初は、松永のジェット型で、やっぱりジェットはなーって、あのレースやってた友達に言われて、やっぱそうかと思って。でもレースやってた人ってレースでのクラッシュとか、まあその友達の交通事故にも合ってるんで、自らの経験で語ると思うんだけど、まあそうかと。やっぱり最悪の事態を考えるだろうから、まあ特にその友達は大きい事故にも合ってるしね。そこはやっぱりアドバイスを求めた以上アドバイスは聞くべきだなと思って。でもこれジェット型になるヘルメット買ってますけどね。それでまたシステムに戻ってきたわけですよね。で、あ、そういえば兜でバレルの新型は出てんのかと思ったら、もうバレルがなくてちょっと悲しかったんだけど、でも龍騎っていう名前になってシステムヘルメットは存在してたから、もう龍騎だなってずっと、もう教習所に行ってる頃からもう龍騎だと思ってたんだけど。あ、これ角度が変えられるんだ。ひさしの角度が変わる。こう上げちゃうとね、風よけちゃう気がするから、一応一番前で。だからここだけネジなのか。そう、それで隆起のつもりだったんだけど、ここなんですね。こういう透明のポッチだけで引っかかってる。こうか。折れないのこれ。大丈夫？ここに引っかかるみたい。ここに。結構ね、2点3点しましたね。これ、Dリング、後から付ける方法あるんでしたっけ？なんか動画でチラッと見た気がする。その後は、いろいろあっち行ったりこっち行ったりしながら、AGV にたどり着くわけですよ。ダイネーゼきっかけで。で、僕はロッシのファンサービスというかね、レース以外のところでのパフォーマンスとかも好きだったんで、そうか、ロッシはダイネーゼに AGV だったから、それもありかなと思って、AGV のジェットヘルと K5 ジェットでしたっけ、あれの白だったかな、欲しかったのは。で、あれはね、またね、ちょっと高いですよね。でも定価はこれと同じぐらいか、 N70 と5万円ぐらいだったっけ、ま、向こうの方がちょっと安かったかな。そう、それでどうしようかなと思って、でもう意を決して、やっぱりさすがにね、その時はまだね、今年の春ぐらいかな？もう AGV だって思ってたのは。で、在庫の確認をしたら、もうオンラインで表示されてるものが全てですと。
で、再入荷の予定もありませんっていう返事が返ってきちゃって、入荷の予定未定じゃなくて、ありませんって言われちゃったんで、あ、もう、モデルチェンジとか、そういう境目のまたタイミングの悪い時期になっちゃったんだなと思って。で、また、じゃあ隆起かってなって。でもなぁ、なんか、その他と被るとかあるじゃないですか。照英だとグラフィック、いろいろいろんなグラフィックがあるけど、やっぱりバイクの配色とか、キャラクターとかに合わせて考えると、そうだなぁ、フルフェイスかぁと思って。あんまりレーシングなね、X とかね、X15 でしたっけ。ああいう、速く走るためのヘルメットみたいのはちょっとキャラクターに合わないし、と思って。じゃあ普通に今だと Z8 とかだと、ちょっとバイクに対して、バイクがフルカーブのスポーツとみたいなバイクじゃないから、あんまりスポーツな新しいデザインっていうか、速そうなデザインのヘルメットじゃない方がいいかなと思って。で、いろいろ見てて、そうだ、オフロード用のヘルメットっていうのがあるなと思って。で、オフロード用でもこういうシールド付きのやつが、ゴーグルじゃなくてね、シールドが付いてるオフロードヘルメットを、アドベンチャーヘルメットって言うんだっていうのを知って、で、それからですね。で、でも、サンバイザー付いてるやつじゃないとなぁと思ってたら、僕調べでは、これだけ。当時これだけ。しか、なかった。と思う。あとは、あったとしたら調べきれてないだけ。もう決定的なのは、もうこのまずバイザーがついてて面白い。うわ、あの人、ひさしがついてるヘルメット被ってる。やる気あんな、みたいな。それはまあ、見た人がどう思うかわかんないけど。で、このね、サンバイザー。もういいじゃないですか。まあ、これが決め手ですね。実際ジェットに、まあ、ターミネータースタイルっていうの？この、バイザーを外した状態で使うかどうかはちょっとわからない。ちょっとこれね、口のところがボーンって前に出てるから、ターミネータースタイルどうなんだろうな。頭がでっかく見えちゃうんですよね、この顎が長いから。わかります？あのグレイみたいな、あのバンドじゃないですよ。あの宇宙人のグレイみたいなね、こういう頭がヒヨーンって大きい。ああいう感じになっちゃうんじゃないかなってちょっと印象があって、まあ、いろいろね、これからですから、まだ使ってないんでね、これから使っていくヘルメットなんで、いろいろ楽しみですね。で、この各パーツ、シールド外した部分の、この化粧パネルっていうかね、化粧してない素の素材の色だけど、穴隠しのパネルとかね。で、これは、あれですね、顎外した時の、この顎が刺さってる穴を隠す。パネルと、これね、後頭部の、これパチって入ってほしいよな。やっぱでも外れちゃうんだったらつけらんないもんな。ブニって曲がった気がするけど。で、こんなね、細かい部品でね、文句言いたくないんですよ。文句っていうか、クレームつけて、その部品だけ送ってくださいとかっていう方がめんどくさいから、入ったかな？外れちゃうな。これちょっと簡単に外れすぎな気がすんだよな、元から。ここの、この中のさ、衝撃吸収剤っていうの？まあ、発泡スチロールにしか見えないけど、これが当たってるような気がすんだよなぁ。跡ついてるしね。これ設計設計こういう設計なの？ってなっちゃうよ。あ、ここになんか六角レンチの穴とか開いてる。ESS って書いてある。なんだろうね。あれかな？インカム取り付けるやつなのかな？ピンロックシートの取り付け。ピンロックシートの取り付けまた改めてやりましょうかね、動画で。なんか、ピンロックシートもううまくつかないっていうレビューがあったりしたんで、でも、外国製だから、チリっていうかね、精度っていうかそもそも穴が合わないとか、そういうのも、なきにしもっていうことも考えられちゃうから、まあ、そんだけ日本の、工作制度っていうかね、設計がちゃんとしてるって、日本人だからね、思っちゃいますよね。すごい、このわらばんしみたいな、あの、IKEA の説明書みたいな、写真しか、何も説明してくんない。見ればわかるでしょ、みたいな。後頭部のやつは何？
この写真のはあれだね。各部の動き。まさか日本語なし。日本語なしだ。ピンロックシートの取り付け、内装の取り外し、インナーバイザーの取り外し方。シールドの脱着、エアベンチレーションの操作。インナーバイザーの操作。ウィンドウプロテクター取り外し、チンガード取り外し、シールドキャップの取り付け、シールドキャップってことね。後頭部のネジのことは何も書いてない。気にすんなってことか。エアベンチレーションは頭のてっぺんに3箇所で、後ろはもう穴開きっぱなしなんだな。顎、ここをやってなかった。開けるか閉めるか。で、ここは隙間あるけど、ただの隙間。デザイン。まあ楽しみっすね。もう今日はこんなとこにしときましょう。だらだらやっちゃいましたけど。以上、ブラックフライデーのバイク用品でした。またこの今日動画でお見せした中で、ちょっともうちょっと細かく見せろみたいな部分があったらコメントいただければやろうと思います。あとヘルメットなんかは実際もうバイク乗ってみないとわかんないし、このバックもそうですよね。バックは背負ったって、バイクに積むからこのバックなわけで、だからとにかくバイクが来ないとこれ以上先には進めない気はしてるんで、まあそんな感じで、この先もバイクネタちょこちょこやっていこうと思います。最後これやってないじゃん。この防水バッグに、このメットが入るかどうか。こういう持ち方でいいのかな。お、入った。入った。入ったよ。入りました。じゃあ、このヘルメットでバイクを迎えに行くことにしまーす。あと、メガネなんとかしたいっすね。まあ、いいか。メガネかけらんなきゃバイク乗れないじゃん。いや、乗れるんだけど、僕、自主的にメガネかけてますからね。免許の更新では、検査は裸眼で通ってますから。はい。それでは。